私は数年前に購入した一軒家に夫と二人で住んでいました。私は専業主婦ですが、夫はフリーランスのライターをしていました。夫は毎日忙しく、休日はほとんどなかったのですが、それでも家で私との時間を作ってくれました。寂しい気持ちはありましたが、そばで夫を支えながら、自分の好きなことを仕事にしている夫の姿を見るのが好きだったし、二人の生活のために頑張ってくれている夫には日々感謝していました。担当していた案件が片付いたようで、家で夫と二人のんびりしているとき、夫が義兄の話を持ち出してきました。夫と義兄は仲が悪く、私も数えるほどしか会ったことがありませんでした。義兄の奥さんも綺麗な人でしたが、高飛車なところがあり、私はいい印象を持っていませんでした。母さんの携帯を兄さんが勝手に解約したらしくて。え？そうなの？義兄夫婦のところには義母が一緒に住んでいたのです。正直、義兄夫婦の性格からして、人に優しくできるような人間ではないと思っていた私たちは、家を建てるときに義母に同居の話を持ちかけていたのです。義父は1年前に亡くなっており、夫は義母を心配して何度も説得したのですが、義兄が長男の俺が面倒を見ると言い張り、結局、義母は義兄夫婦と同居することになったのです。なかなか母さんと連絡が取れなくて、家に電話しても兄さんが取り次いでくれないし、何考えてるのかわからないんだ。そうだよね。お母さんのことも気になるし、今度家に行ってみようよ。そうだな。ありがとう。数日後、この日は夫も一日家で仕事をしていました。私は夫の邪魔にならないよう家のことをしながら、そろそろお昼ご飯の準備をしようかと考えていたとき、インターホンが鳴りました。モニターを覗くと、そこには義兄夫婦と義母が立っていたのです。私は急いで玄関のドアを開けました。ご無沙汰してます。突然どうなさったんですか？悪いけど、今日から母さんを預かってくれ。俺たち一週間旅行に行くことになってるから。え？旅行ですか？ほら、お母さんもちゃんとお願いしてください。義兄夫婦の冷たい視線に、私は何も言えなくなってしまいました。それじゃあよろしく。え？ちょっと待ってください。私が呼びかけるも、二人は振り返りもせず、そそくさと車に乗り込み、その場から去って行ってしまいました。そんな義兄夫婦に唖然としましたが、義母に心配かけまいと、私は笑顔で義母に話しかけました。お母さん、気を使わずにゆっくりしていってくださいね。はい、お願いします。そのまま義母は黙り込んでしまい、私はなんだか様子がおかしいなと思いながらも、義母をリビングまで案内しました。部屋にいた夫を呼ぶと、夫は義母を見て目を丸くしていました。先ほどの状況を説明すると、夫は憤慨していましたが、義母は夫の顔を見て安心したのか、少し微笑んでいました。ちょうどお昼時だったので、お昼ご飯の準備をしようと、私はキッチンへ向かいました。簡単なものでしたが、私ができた料理をテーブルに並べていると、義母が突然立ち上がったのです。すると、玄関の方へ歩いて行き、外へ出て行ってしまったのです。私と夫は慌てて義母を追いかけたのですが、
そこで驚きの光景を目の当たりにしたのです。義母はいただきますと言いながら、なんと雑草を口にし始めたのです。私たちは急いで義母の手をつかみ、雑草を食べるのをやめさせ、家の中へ戻りました。どうしてあんなことをしたのか尋ねても、義母はうつむいたまま何も言ってはくれませんでしたが、夫が必死に問いかけると、義母は口を開きました。実は私、毎日雑草を食べて生活していたの。え？どういうこと？兄さんたちは？二人から邪魔者扱いされて、食事もまともに与えてもらえなくて、雑草を食べるしかなかったのよ。どうやら義母の年金や貯金は義兄夫婦に使い込まれ、義母の持ち物もほとんど売りに出され、食事すら与えてくれなかったそうです。義母が義兄夫婦に何度訴えても、二人は知らん顔だったそうです。義兄夫婦も最初は優しかったそうですが、義父の遺産や保険金などお金に関する話が増えた時期から、義母に対する態度が冷たくなっていったようでした。何もできない年寄りのくせに、保険金の受取人は自分たちにする義務がある、年寄りの面倒を見てやってるんだから感謝しろ、義兄夫婦からはこんな言葉を浴びせられていたそうで、それを聞いた私も夫も怒りで体が震えていました。義母にこんなひどい仕打ちをしていた義兄夫婦が許せませんでした。ひとまず私は義母の体調のことを考え、お粥を準備しました。義母にお粥を差し出すと、義母は少しずつ口に運び始め、涙を流していました。お母さん、大丈夫ですか？お口に合いませんでしたか？そうじゃないの。美味しくて、久しぶりにちゃんとした食事ができたから嬉しくて、本当にありがとう。そんな、私は何も。毎日雑草ばかり食べていた義母は、感覚がおかしくなっているようでした。痩せ細った手で美味しそうにお粥を食べる義母の姿に、私は胸が苦しくなりました。その日の夜、義母が寝た後に、私と夫は義母の今後について話し合いました。義兄夫婦のことは心底許せないし、どうにかできないかと悩んでいると、夫が何か思いついたように声を上げました。仕事で知り合った警察の人がいるんだけど、その人に相談してみようと思う。夫が連絡を入れると、警察の人はすぐに会ってくれることになりました。後日、個室のカフェで待ち合わせをして、彼に事情を説明しました。警察の人は、見た目はこわもてでしたが、親切に私たちの話を聞いてくれ、私もこの人を信じて任せることにしました。事情はわかりました。彼らが旅行から帰ってくる日に家に行ってみます。はい、お願いします。お母さんもそんな目に遭っていたなら、きっと相当心にダメージを負っているはずです。お二人がお母さんの支えになってあげてください。わかりました。翌日、私は義母と手芸店へ向かっていました。夫は仕事でしたが、義母の趣味が手芸だったことを知っていたので、私が義母を誘ったのです。最初は義母も遠慮しているようでしたが、店内を見て回るうちに元気になっていき、私も嬉しくなりました。今日はありがとう。あなたのおかげで本当に楽しかったわ。義母のその言葉に私は泣きそうになりました。これから義母のことは
私と夫で守ろう、そう決意しました。義兄夫婦が旅行から帰ってくる日、夫が警察と一緒に義兄宅へ向かい、彼らの帰りを待っていました。警察です。あなたたちを逮捕します。はあ？なんだよ、いきなり。全部母さんから聞いたんだ。証拠だってあるんだからな。ちょっと、なんで私まで？私は関係ないじゃない。詳しいことは署で聞かせてもらいます。ふざけるな、あのバーバー、息子の俺のことを。こうして、義兄夫婦は警察に連行されていったのです。帰宅した夫が私たちにその時の状況を説明していると、義母は黙って夫の話を聞いていました。夫が話し終わると、義母は私たちの目を見て、ありがとうと言ってくれたのです。その後、私と夫は義母に同居話を持ちかけましたが、義母は申し訳ないからと同居を断ってきたのです。今回のこともそうだけど、これ以上あなたたちに迷惑かけたくないの。年寄りの私はこれから自分でできることも減っていくと思うし。そんなこと言わないでよ。俺がもっと早くに気づいていれば、こんなことにはならなかったかもしれない。俺のせいでもあるんだ。だから、罪滅ぼしの意味も兼ねて、これから母さんに親孝行していきたいんだ。そうですよ。私、お母さんに手芸を教えてもらいたいんです。一緒に住んだら、たくさん教えてもらえますよね。二人とも、本当にいいの？ありがとう。本当にありがとう。これからよろしくお願いします。私たちの説得で、義母も最終的には同居を承諾してくれたのです。こうして私たち夫婦は義母と一緒に暮らすことになりました。一方、義兄夫婦は余罪が見つかったそうです。それなりに、重い罰を受ける可能性があるらしいのですが、義母が受けた心の傷のことを考えれば、当然だし、因果応報だと思います。数ヶ月後、不器用な私ですが、義母に手芸を教えてもらいながら、毎日楽しく過ごしています。義母には、以前のような優しい笑顔が戻ってきました。これからも家族3人で仲良く暮らしていきたいと思います。